デジタルグッズを使って日常を便利で快適に過ごせるように何か一つでもプラスになる情報をお届けしたいそんな思いでシステムエンジニアが IT 講師として日本全国を駆け巡っているデジタル教室です緊急事態宣言が今月末まで延長されただけではなくさらに愛知県と福岡県も追加されました まだまだ油断できない状況が続いていますので手洗いうがいそしてマスクなど感染対策をしましょうねさて延長された緊急事態宣言の期限と同じ日に期限を迎えるサービスがあるのこれ知ってますか実は、Google、フォトの容量を 無制限限でで使える期限なんですよグーグルフォトを利用して写真を保存している人にとっては大きな問題になりますそこで今回はクラウドストレージこちらについてお話ししましょう Android のスマートフォンやタブレットを使用しているなら Google アカウント iPhone や iPad Mac を使用してるなら AppleIDWindows を使用してるなら Microsoft アカウントあんまり意識したことないかもしれないんですけれどもメールアドレスとパスワードでこのアカウントと呼ばれるものを作成していますそれぞれのアカウントには写真や動画文章といったファイルを インターネット上に保存できる場所が用意されていますそのインターネット上にファイルを保存できる場所というのがクラウドストレージです Google では Google ドライブ Apple なら iCloud Microsoft は OneDrive という名前で呼ばれているのがクラウドストレージになります 手元のパソコンやスマホが壊れてしまってもクラウドストレージにデータを保存しておけば同じデータを使用できるというのが便利な点ですね。インターネット上に作成したデータをバックアップしてると思えばわかりやすいかもしれないです。その辺に便利やったら何でもかんでもクラウドストレージに保存したらええんちゃう そう思ってしまうんですけれどもクラウドストレージに保存できる容量っていうのは無限にあるわけじゃないんですよ Google ドライブは 15GB ワンドライブと iCloud は 5GB 無料で保存できる容量っていうのは決まっていますこれだけの容量があれば問題なさそうなんですけれども写真や動画といったデータは 容量が大きいので気づいたら容量不足なんてことになってしまうんですよ。ワンドライブやアイクラウドと比べて、グーグルドライブは15ギガバイトっていう3倍の容量を使用できるんですけれども、これは G メールとかグーグルで提供されているサービスすべてで使用できる容量になるためなんです。 もちろんクラウドストレージの容量を増やすことはできます。それぞれ月額課金でストレージ容量を追加できますのでかなりのデータをクラウド上に保存することが可能になります。ですが Google アカウントも Apple ID も Microsoft アカウントも持ってるんやったらそれぞれのストレージを活用して 25GB ものクラウドストレージを利用することが可能なんですよ。しかも他にも無料で使用できるクラウドストレージサービスがあります。有名なのはドロップボックスですね。ドロップボックスでは 2GB のクラウドストレージを無料で利用できます。またネット通販大手の Amazon では Amazon プライムを契約していると写真に限っては容量を無制限に保存できるプライムフォトというのを提供していますこれらのクラウドストレージを利用することで使用しているスマホやパソコンに保存できる容量が少なくてもデータを保存できる容量っていうのを確保することができますしかし、か クラウドストレージにも悪い点もあります。それはネットワーク通信が必要になることです。ネットワーク接続できない環境っていうのは少ないでしょうから気にならないかもしれませんが、ネットワーク通信することで通信量っていうのは増えてしまいます。ですから何も気にせずにクラウドストレージを利用していると、 通信制限がかかってしまって通信速度が極端に遅くなる可能性もありますので注意しましょう6月からは容量制限のなかった Google フォトが Google ドライブや Gmail のデータと合わせて 15GB が上限になってしまいます Google フォトに写真を大量に保存している人は注意が必要です なお6月1日以前に保存されている写真は Google アカウントの保存容量を使用しないということになっていますちなみに2年間サービスを利用していなかった場合はデータが削除されることになりますので保存されているデータの確認はしておきましょうデジタル教室では初心者に向けて サイトやツイッター、そしてポッドキャストや YouTube でも情報を発信しています。サイトやツイッター、YouTube のアドレスは概要欄に記載していますので、そちらからアクセスしてみてください。デジタル教室からあなたにプラスワン。